田宮健次郎は、茨城県下館市出身の元プロ野球選手。コーチ、監督、解説者、政治家。旧制下館商業卒業後に、日本大学に進学。東都大学野球リーグでは、東田県人で活躍。優勝には届かなかったが、1947年、周期リーグでは打率。427で、首位打者に輝く。 同期の中大との一回戦では、小玉光彦との系統で、ノーヒットノーランを達成した。根本六男とバッテリーを組む。柔道にも、精を出し、二段の腕前だった。1948年のシーズン終了後に、大阪タイガースが、大学中退、プロ入りを進めて、交渉を行い、最終的に三年契約を結んだが、阪神との交渉を終えて実家に戻ると、 翌日には、読売ジャイアンツの関係者が、入団交渉に来るとの電報が届けられていた。タミヤは、茨城出身ということもあり巨人ファンで、三原治監督自ら交渉に訪れた、巨人側も、まだ仮契約の段階。撤回できると熱心に誘ったが、タミヤは、最初に声をかけてくれたからとそのまま大阪に、入団した。入団当初は、投手として活躍。 一年目の1949年から11勝を挙げ、将来のエースとして期待された。1950年3月16日の対、国鉄スワローズ戦では9回にまで一人の走者も出さなかったが、27人目の打者の中村久志の打球が、藤村文夫の判断ミスにより内野安打となり、日本初の完全試合どころかノーヒットノーランも逃す。 結果となってしまった。投手としては、この完全試合未遂が最後の勝利となった。その後は、肩の故障に悩まされたため外野手への転向を図る。1952年は、開幕から右翼手として起用され、外野手として56試合に先発出場。一方で、同年も5月末から2試合に投手として先発するが、2連敗と結果を残せなかった。 1954年は、開幕から中堅守の定位置を獲得し、初めて規定打席に到達して打率。330盗塁の好成績を残す。1955年は打率。288を記録し、オールスターゲームにも初出場。主に5番打者として起用されたが、藤村文夫に衰えが見え出すと4番打者も務めた。 1956年には打率、300、1957年には打率、308と37盗塁を記録。1958年には打率、320で、首位打者を獲得、大型新人、長島茂雄の三冠王を阻み、自己最高の62打点も記録した。1958年オフ、タミヤは、 同年に取得した A 級10年選手制度の権利であるボーナス受給の権利、遺跡自由の権利の二者択一からボーナス受給の権利を行使するつもりでいたが、本来はどちらの権利を行使するにしても3年後の再取得の際には B 級となってボーナス受給の権利のみになるはずだった。しかし当時はこの部分が明文化されておらず、 コミッショナー機関が示した永久権利でボーナスを得て残留すればその選手は永久のままであり移籍自由の権利は残るという見解が正式とされてしまった。このため近い将来移籍する可能性がある選手にボーナスは出せないと考えた阪神球団側はボーナスの金銭交渉に消極的になり最終的にタミヤに契約の意思がないことを通知。 やむなく、タミヤは、移籍自由の権利を行使して、大マイオリオンズに移籍した。阪神時代に続いて、主に3番、5番打者を任された。1960年には前半戦は2番打者、後半戦は1番を打ち、打率、317の成績を残した。首位打者を獲得した、江本野木八、本塁打、打点の2冠を獲得した。 山内和弘との3人で、リーグの打率上位3決を独占。ミサイル打線の一翼を担い、同年のリーグ優勝に大きく貢献した。太陽ホエールズとの日本シリーズでは、全4試合に、中堅守として出場。チーム日本一はならなかったが、第3戦からは4番打者として起用され、14打数、5安打1打点を記録した。 同シリーズの関東選手賞を獲得。1961年は自己最高となる打率。328を残す。1962年も打率。308に到達したが、1963年には、本堂安次監督から礼遇されて、先発出場が減少。規定打席に到達できず、この年限りで現役を引退。 終身打率3割に惜しくも3輪届かなかった。引退後は TBSABC 解説者を経て、1968年から1969年まで、中日ドラゴンズ一軍打撃コーチ、1970年からは、東映フライヤーズヘッドコーチに就任。松木健次郎監督の後を受け、同年途中から監督に就任するも、すべて B クラスに終わり、 帰宅ホームとなった1973年に前期限りで解任された。当時の采配は、張本勲の著書で、T 監督は、冷静さを欠いて4回に起用した代打を8回に、再び起用しようとしたと評されている。また、自動車修理工場を経営しており、オートレースの八尾町容疑で逮捕され、9回を去っていた、葛城高尾が勤務していた。 日託対談後は TBSABC 解説者の活動を再開し、のぶとい声で明確な解説を行う傍ら、慈悲でアメリカへ渡って、高知留学した。1978年オフには、阪神が、後藤次男の公認監督として候補に挙げていたが、小津翔二郎の意向により、白紙となった。1984年からは、 阪神の OB 会会長を18年間務め、歯に衣着せぬ物言いで、名物会長として親しまれた。一方で1999年に監督に就任した野村克也とは激しく対立し、野村が OB 会総会を欠席する事態にまで発展した。1988年には、古巣、阪神のヘッドコーチに就任するが、5月6日に、 左足太ももにくばなれでベンチを外れて治療に専念するため試合前休養となる。6月15日には村山実監督との関係が悪化したこともあり、辞任と同時にフロント入りした。ヘッドコーチ就任は岡崎義人球団社長が村山へ監督就任の要請した日と同じ日、東京、世田谷にいるタミヤに電話して要請したものであり、 村山の意向はさておき、先に、田宮就任が内定した。1994年から1995年までは、台湾プロ野球のアジーゼンドラゴンズ監督を2年間、務めた後、2000年には、郷里・下立市議会議員に当選。2002年1月には、市民栄誉賞を受賞し、野球殿堂入りも果たした。自身の名を冠した。 野球大会の主催や中学公式クラブチームの顧問など、長らく地元のアマチュア野球普及に力を尽くし、同郷の後輩の伊川圭の貢献人にもなっていた。2010年5月5日午前10時42分、脳内出血のため、茨城県筑生市の病院で死去。82歳没。節目の記録その他の記録。ありがとうございます。